249話、負けないもん VS 星ひかる、渋谷で知名度対決。今日の動画バズったかな。バズってる、またバズってる。やっぱ負けないもん。負けないもん好きです。嬉しい。あ、また来てる。負けないもんさん応援してます。負けないでね。やっぱさ、負けないもんの時代来てるよね。おい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 、嬉しい。おい、何？なに、負けないもんの時代？え、こっちだ、こっち、こっち、聞こえる。おい、何やってんだお前。キモ。キモ。え、おい、お前、レパートリー少な。お前、叩けようになったな、そんなでけえ口調よ。何？さすがだね。聞こえたぞ。うん。何？負けないもんの時代が。おう。あ、もう負けないもんバズってる。あ、また書かれてる。何？何か？え、やだ。もう時代終わったんじゃない？時代終わった。時代終わったよ。てめえ言っちゃいけないこと言ったな。言ったよ。カットも。あ、間違えた。キラー。何キラー？キラー。え、古い。堪忍袋の星が切れたわ。言っちゃいけないこと言ったね。うん。負けないもん。うん。ごめん、やめ。何が全然お前に一度言ってやるわ。ふざけんなよ。ごめん。あ、ごめん。おい、やめてや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 。やめてや。やめてや。何やってんだお前一人で。何だお前ら。何やってんだよ。おい、やめろよ。何してんの。離れてよ。あ、あ、あ、散々お前らのこと助けてやったのによ。うん。コータはもう時代をくれ。コータじゃん。もうコータだよ。なんだあれ、コータだよ。コータだよ。星ひかるがもうよ、なんかもう時代が終わったとか言ってんだよ。おお、そんなこと言ったのか。言ったよ、もう時代が出てって。ああ、やめ。受けてみろ、奥義。負けないもん、負けないもん、負けないもん。体が言うことを。俺だってよ、もっと人気でいてんだよ。おぉ、おじさん、何やってんの。いや、こっち今の時代だから、こいつは。はぁ、お前。あぁ、お前ですぞ、行くぞ。はい、流れ星、ドーン。いや、負けないもん。ちょっと、戻って、戻って、戻って。落ち着いてよ。どっちが知名度あるか争ってるの。俺だよ。いや、ホペだよ。ほな、お前、勝負だよ、お前、そんな、なぁ。そうだよ。確かに。リアルピースはね、揉め事があるよ、勝負だから。そうなのよ、揉め事はお前拳でお前勝敗決めなきゃ。腕だ、腕だ。今回の企画、負けないもん VS 星ひかる、知名度あるのはどっち。もう2人とも喧嘩しちゃってるから。10分でどっちがシールを集められるか、知ってる人はシール貼ってくださいっていうプラカードを。街とかであるやつ。そうそうそう、調査でね、調査立ってるやつあるね。知ってる人にどん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 シール貼ってこぶしじゃないこぶし。買ってもらう。こぶしとこぶしがぶつかり合うやん。あー、こうやって。そうそう。あ、分かる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 。最初にちょっとあのシールが貼ってなかったら、うん、みんな何していいか分かんないから、どこにシール貼っていいかと。あー、なるほど。こんな感じでシールを3つ貼っておきます。バイバイ。2つのこれに3つぐらい貼っておきます。あらかじめね。そう、あらかじめ、うん、ということで渋谷企画スタート。渋谷にやってきました。ピース、今から白黒つけてもらおうと。そうだね、はい、俺らはモニタリングしますか。そうだな。ということで、負けないもん VS 星ひかる in 渋谷。おう、よーい、スタート。最初、渋谷のスターバックスの前に行こうと思う。シールを多く集めた方が勝ちだから。俺はまず目当てたやつに100万ドルの笑顔を与える。知ってる？星光る、知ってる？星？
ルっていう人に俺のことを知ってるって言ってくれた人にシールを貼ってもらってた。もし？ありがとう。映っても大丈夫？頑張ろうぜ。ください。ありがとう。ありがとうね。え、すごいね。ね。でも左星さん、星さんやるね。星さんやるね。ね。いやちょっと雰囲気っぽいけどな。なんかリアルピースは知ってたけどみたいな。お前は知らねえよ。そういう感じ。これ作戦ミスじゃない。完全に徘徊おばさん。負けないもん。負けないもん。いいな。止まりづら、シール貼ってもらいづらいよ。あ、止まった。負けないもん。本当本当厳しい。あ、そうだよね。頑張ってください。応援します。サンキュー。お、見たことあります。見たことある？なんか、そう。俺のこと見たことあるというかね。はい。あるよ。そう、待って。みんな俺のこと知ってるとシール貼って。はい、はい。いいの？あの、青の人が来たかみたいな。そう。え、この人？この人。負けないもんですね。緑のやつ。あいつとどっちが、ね、シール集められると勝負してる。すげえ、絶対負けないでください。サンキュー。ありがとう、みんな。みんなのおかげでめっちゃ溜まったぜ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。おじゃらら。負けないもん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 。今ね、リアルピースって名前は知ってるっていうことで言われて、じゃあ負けないもんも知ってるって言ったらちょっとって言われました。ということで2枚ゲット。負けないもん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 。お、話しかけられてるね。来たね。黄色の方、黄色の方にやってください。ありがとう。マジで。10万分の2。いいの？あの青の人たちとかみたいな。よかったら
かわからない。なんでよ。なんでよ。カズーもいるよ。じゃあシール貼っちゃおう。やったぜ。まあね、話しかけ方は多分尋常じゃないっぽいです。結構だって周り見てたし、目立ってはいたね。イエーイ。いやーでも面白かったね、見てて。面白かったね。うん、なんかこんな感じなんだっていう勝負の結果を今発表しますか。はいよ。お前の負けないもんが本当の負けないもんか先に見せてくれよ。負けないぞ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12個。だから9個だね。最初3つの3つつけてたから。今のでびっくりしたってことは星絶対ないやん。そう想像できるわ。星光るわ。これででん。おお、すごいじゃん。10分だよ。10分。そうだよ。12。あれで3引いて9。どうだ。全然かけなくていい。ありがとう。愛せるか本当に君を守れるか。空を見て考えてた。君のために今何が